え今日のダンスレッスンの話してあげようかな。なんかあんまり変なこと言うとさ、怒られちゃうからさ、みんなに怒られちゃうからさ、そんなには明かさないけど、印象的だったのは、じゃ膝立ちが多いのね。今回その、マイマイトナイトが。膝立ちしてとか、なんか座ったりとか、立ったりみたいなのがめっちゃ多いんだけど、そのせいで、 膝の痛みを訴える人が結構いただけで私も痛くてでその中でアキちゃんが「膝が痛いよ」ってずっと言ってて「いや分かるわ」って言ってたんだけど終わった後に膝見たらもう膝がすりむけてて「アキちゃん」<laughs> えー「ええアキちゃん膝がめっちゃ真っ赤やん言って」言うて次の練習の時とかは「膝パッド買ってこうね」っていう話をしました「膝パッド大事」 それ大事だなって思いましたあとはなんか知らないけどトアがめっちゃ領域展開してた <laughs> 自分がどこからどこの動線どこからどこに移動するんだっけっていうことがわからなくなった時になぜかえって言いながら領域展開の指をする自分の顔の目の前でどこ行くんだっけ私っけ私てて領域展開してたあとはカウントでやるかどうかっていう話し,してた時に「曲でやりたいです」って言って。 たたんだけど曲でややった方が頭に入りやすいのもあるからねでそしたら先生が「ほんとに曲でやって大丈夫ほんとにおとりで大丈夫間違えない?」。スバちゃんがいルつ <laughs>、ね、<laughs> って結局カウントでもう一回やったっていう話。 カウントがいいです。<laughs> <laughs> あとはまつりちゃんが寝坊してきたの。今日本当にすみません。でもしちゃいました。つって,って途中で合流したんだけど、ど土下座されたんだけど <laughs> 大丈夫？大丈夫？つって <laughs> 大丈夫かね？言うてなんだけど、なんか土屋からの合流だったんだけど。でもまつりちゃんマジで一瞬でフォーメーション覚えてて、我々がめちゃくちゃ難儀してた。た 大変そうにしてたフォーメーションとかも、ここはここでここで、うん、ここ、ここね,ここここねみたいな感じで、一瞬にして追いついて、マジですごかった、まつりちゃん。まつりちゃんは、記憶力がいいんだ。あれはね、感動しました。みんなで、ふん、まつりおめすげえじゃねえか、言うて、ねぎらいました。しっかり寝れて偉い。あとは、じゃあちょっと、10分間休憩、みたいな。ってなった時も、やっぱ多分、練習したかったのか、なんか、いろはとクロエが、 二人で声かけ合って、ダブルセンターとかね、二人で声かけ合って、ちょっとここを練習してもいいみたいな感じで、休憩中も二人でやってたりとか、それに先生もついて、ここはこうだよこうだよってって、二人でやってた。<laughs> 感動なんか自分が、この企画そもそもさ、誰が言い出したんだよみたいなのあると思うんですけど、私ら言い出しました。<laughs> もうなんかずっと分かってたと思うんですけど私を追ってたね星読みの皆さんは分かってると思うんですけどまあフォーメーションダンスと大人数でダンスっていうのがやっぱめちゃくちゃやりたくてでせっかくやるんだったらなんかその今まで練習風景とかっていうのをみんなに見せれなかったのねあんまり察してほしいんだけど練習風景を見せるってなったらスタジオに入んないといけないわけじゃない自社スタジオ。 うちのホロライブのスタジオに。練習配信のためにってか練習を見せるために 3D をそんなに使えないというか <laughs> ちょっと難しい話なんですけどだからねそのダンススタジオであれそれとかをまあちょっと上手に撮れないっていうこともあってあんまり見せることができなかったんだけど、まあ、それをちゃんとこんな風にやってるんだよっていう。 そうだね。メイクが大変。そうなのよ。メイクが大変だから。そう。<laughs> ダンススタジオだと、やっぱみんなメイクしてないから、なかなか撮れなくて。だから、なんかちゃんと企画にして、みんなに練習風景を見せて、なんかこの時はこんだけ下手くそだったけど、こんなに成長して、 ライブでこんな風に披露できるようになったんですよっていう姿を見せる企画をやろうよっつって今年の頭言うても4月とかだったかな,なんか見返してみたんだけど確か4月とかだったかな4月に私が企画書を提出して運営さんがカウントダウンライブ今年もあるからまあそこでちょうどいいからそこに吸収するかってなって 運営さんのお力もたくさん。てか、ほぼ運営さんの力なんだけどね。運営さんのお力を借りて実現しているって感じですね。今日のレッスンの様子話してない人誰だったっけ色黒話した、アキちゃん話した、トワ話した、スバちゃん話した。あ、まつりちゃんも話したあれ数えたわかんない。サラちゃんは、来んのがめっちゃ早かった。<laughs> いやでも、声がまずめっちゃ早くて、1時間前入りぐらい。 だったかななんかその仕事終わりでちょうど来たみたいな感じだったらしいんだけど私があの運営さんに言われて「お前先に来て先にフォーメーション覚えてみんなを引っ張れ」って言われたから「わかりやした」っつってみんなの集合の2時間前くらいに行ってフォーメーションを先に入れてたんだけどそのフォーメーション入れてる最中に雇用が来て「え雇用あと1時間あるけどは早すぎない?」みたいな。 でその後にそらちゃんが来て「待ってそらちゃんはえーみたいな <laughs> みんながぞろ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 やってきたって感じだと時間厳守組でしたこよ <laughs> はちいかわのシャツだったそら <laughs> ちゃんととわのダンスシューズ入れてる袋がどっちも ABC マートえ <laughs> ここまで話していいんかなこんなこと話していいんかな <laughs> あねねあねねだねねは様子がおかしかった <laughs> ねねは様子がおかしかった最近ねね様子おかしいんだけどなんか今日もねこれネタバレかもしれないけどギターかき鳴らすシーンみたいのがねあるんですよ振り付けの中でそこねねなんですけど <laughs> そこねねがやるんですけどギターかき鳴らす振りめっちゃおもろかった <laughs> 面白そうにやってました。<laughs> 様子おかしかったな今日もあとは誰話してない大丈夫みんな話した誰か忘れてる誰か忘れてたら気まずくね昨日のあのねねつとせちゃん様子いや,いやいやいやあの日のねねはまじでやばかった <laughs> 昨日のねねはなんかやばかったなんか朝からの稼働だったんだよね10時入りだったんだよね死亡しててねねずっと様子がおかしかったな今のね全員本当すいスイちゃんは スイちゃんは特にない <laughs> スイちゃんは特にないなスイちゃんはなんもなかったなん <laughs> もなかった記憶がないわみんなより2時間前に入って先にフォーメーション確認してここもっとこうしましょうみたいなのをダンサーさんと相談してすごいのがさ 10人いるじゃん。10人いてさダンサーさんも10人ついてくれんのすごくない ?10 人ついてそれぞれの人に1人ずつついてここはこうしましょうつってみんなそれぞれが自分のそのパートナーのダンサーさんに教えてもらってみたいな。